法学灰は、中華民国の政治家、政治学者、ジャーナリスト。自は、工女日本に留学し、東京帝国大学で学ぶ。卒業後はさらに、ベルギーにも留学した。帰国後は、北京大学政治学教授のほか、南海大学、南京中央大学、中央政治学校、中山大学などで教職を歴任し、さらに、上海。 中央日報主筆も務めた。1932年1月、国民政府内政部政務次長として、政界入りし、同年3月には、部長、表局省の代理も務めた。7月、行政院政務所所長に転じる。中国国民党では、王朝名、陳君広らの改祖派と目された。1933年12月、全国経済委員会委員となり、 1935年9月には、同委員会合作事業委員会委員となる。同年11月、中国国民党第五期中央執行委員に選出された。1936年4月、交通部常無事長となり、1937年8月には、同部政務次長に転じた。1938年6月、国民参政会副秘書長に任ぜられる。 王朝明の重刑脱出後、菅の光同様に、紹介席により逮捕されたとの噂も流れたとされるが、実際には、そのようなことはなく、省の政権作りに協力していた。ただし1939年2月に、法学杯は、賛成会副秘書長から罷免され、以後しばらく養殖に置かれず不遇にあったとみられる。1945年1月に、 戦時政三局副局長兼優選所所長に起用された。同年5月、東大六期中央執行委員に再選されている。戦後の1946年3月に、法学派は中央政治委員に任ぜられ、同年5月、国民党中央党部宣伝部部長に起用された。11月には、政権国民大会代表に選出され、翌年4月には、 行政院政務委員に任ぜられている。しかし1948年、関東へ向かう途中、乗っていた飛行機が墜落して死亡した。去年53、著書に欧米、日本の政党、中外貨幣政策がある。ありがとうございます。